ヘルマン・ザップ、ヘルマン・ザップ、ヘルマン・ザフ、1918年11月8日、2015年6月4日は、ドイツの書体デザイナー。多くの書体を世に送り出してきた。彼の妻はカリグラファーであり、書体デザイナーでもある。グードルン・ザップイコール・フォン・ヘッセ、グードルン・ザフ・フォン・ヘッセ、旧姓が、フォン・ヘッセである。ザップの仕事は、その優れた、デザイン、アップテマ、 パラティーノなどは特に有名ゆえに多くの尊敬を得た一方、数々のチャップ作書体の模倣品が生まれた。よく知られていることだが、マイクロソフトの製品にバンドルされたブックアンティークはパラティーノの模造品である。ヘルマンチャップのデザインした書体として以下のようなものがある。2015年に96歳で没した。ヘルマンチャップは動乱の時代に ドイツのニュルンベルクに生まれた。ザップが生まれた頃、ドイツでは、ベルリンとミュンヘンでのドイツ革命や第一次、世界大戦、ビルヘルム二世の亡命、そしてクルトアイスナーによるバイエルン共和国設立などが起こっていた。加えて、1918年から1919 19年にかけて流漢が大流行し、その後は、飢饉がドイツを襲った。 チャップが1925年に毎日食事が提供されている学校に入学する際には母親は安堵したという。この政策は後にアメリカ大統領となるハーバート・フーバーによむものであった。在学中、チャップは主に技術科目に興味を抱く。彼の愛読するものの中にはダスノイエ・ニーベルスサムという科学雑誌があった。彼と兄は電気を使って鉱石ラジオを作ったり、 家の警報システムを作ったりと実験を行った。幼い頃からすでにザップは書体に親しんでおり、兄との秘密のやり取りのために暗号文用のアルファベットを創作するなどしていた。ザップは1933年、電気工学の道に進むために学校を出た。ザップの父は、設立されたばかりのナチス政権下のドイツと問題を起こしてしまい、不幸にも失業し、 労働組合を巻き込んで、ダッハウ強制収容所に短期間ではあるが、収容されていた。政治体制の変化のため、ザップは、ニュルンベルクのオーム技術研究所への入所が許されなかった。そこで方向先を探さなければならなかったが、面接に訪れた会社からは、政治的な質問が繰り返され、作品は褒めてもらえるものの、不合格の通知ばかりを受け取った。 そこで、新生児による弊害を警戒した教員が、ザップの製図の技術に気づき石版画家になるように、進めた。10ヶ月後の1934年、電話帳に乗っていた最後の会社の面接を受けた。その会社では政治に関する質問を一切されず、作品を褒められ、石版画も方向ももする必要がなかった。デタッチャーとして採用され、 1934年から4年間の研修期間が始まった。1935年、前年に没したタイポグラファーのルドルフ・コッホのために、ニュルンベルクで開かれた展示会に出向き、ザップは初めてレタリングに興味を抱いた。会場で2冊の本を買い求め、独学でカリグラフィーを学び始めた。ニュルンベルクの市民図書館でカリグラフィーの手本を見て勉強した。 彼の死はすぐに彼のカリグラフィーの才能に気づき、チャップの仕事はレタリングの修正と同僚のレタッチの改良へと変わっていった。研修期間を終えて数日後、チャップはフランクフルトに向けて旅立った。彼は年季明けの職人としての資格を得られなかったので、ニュルンベルクの他の会社で労働許可を得られなかったのだ。チャップはルドルフ・コッホの息子、 ポール・コフコが経営するベイクスタッド・ハウスズム、ファーステネクというビルに赴いた。彼はそこで、タイポグラフィーと消化集の制作に、ほとんどの時間を割いた。印刷歴史学者のグスタフ・モリを通じ、ザップーは、フランクフルトの活字鋳造所ステンペル社や、ラインのタイプ社と連絡を取るようになった。1938年、彼は、最初の印刷用タイプフェイスとして、 フラクトゥールのギルゲンアートをデザインした。1939年4月1日、ザップは徴兵され、対フランス戦の補強部隊として、ピルマゼンスに派遣された。過酷な肉体労働に慣れていなかったために、数週間で心臓の持病が悪化してしまい、デスクワークに異動となって、ドイツ所帯で、キャンプの記録や免許証を書くなどの仕事をこなした。9月には、 第二次世界大戦が勃発し、チャップの所属部隊は国防軍の所属となったが、心臓の持病を理由に、チャップは国防軍には送られず免職となった。しかし1942年4月1日、再び徴兵された。チャップはドイツ空軍所属となるはずであったが、バイマルの砲撃隊に配属された。彼は優秀ではなく、訓練中に左右を間違えたり、 銃の扱いも散々であった。上官たちはすぐに彼を砲撃隊から外した。ザップは再びデスクワークに戻り、ユーターボークの地図制作部隊で経験を積んだ。その後、フランスのディジョンとボルドーに赴き、第一軍に合流した。ボルドーの地図制作部隊で、ザップはスペインの特に鉄道網について詳しい地図を制作していた。スペイン内戦後に、 フランシスコ・フランコが橋を修理していなかったが、砲撃隊の輸送に利用できそうであったからだ。チャップは地図制作部隊で、生き生きと働いた。彼は拡大鏡を使わずに1ミリの文字を書くことが、できるほどに視力が良く、この技術のおかげで前線での活動から遠ざかることが、できた。終戦後、チャップは、フランス軍の捕虜として、中便原の野戦病院に拘留された。 素晴らしい作品の数々や、かんばしくない健康状態から、彼は低調に扱われ、わずか4週間で帰宅を許された。こうして彼は、空襲で大きな被害に遭った、ニュルンベルクの街へと戻った。ザップは1946年に、ニュルンベルクでカリグラフィーを教えていた。1947年に、ステンペル社から印刷所の芸術面での所長の地位の依頼があり、 フランクフルトへ戻った。免許や資格は求められず、戦時中のスケッチブックと、ハンス・フォン・ウェーバーの著作、ユーナゼロンテクストのために1944年に制作したカリグラフィー作品を見せるようにと言われた。チャップの作品の一つに、フェラー・ウント・スティッチェル・ペント彫刻師というタイトルの出版物で、戦時中にチャップがデザインして、オーギュスト・ローゼンベルガーが鋳造した。 金属板で印刷されたものがあった。1948年から1950年の間、チャップはオフフェンバッハの工芸学校でカリグラフィーを教え、グラフィック科の2クラス向けに週二回レタリングの教室を開いていた。1951年にフランクフルトの指定デルにある学校で教壇に立っていたグドルンフォンヘッセと結婚した。 グラフィックアーティストとしてのチャップは、主に、ブックデザインに従事した。彼は、ズーアカンプ出版社、インゼル出版社、ブックギルド、グーテンベルク社、ハンザー出版社、ドクター・ルート・ビヒライヒエルト出版社、フィリップ・フォン・サベェルン出版社など、様々な出版社の仕事をした。チャップは、金属活字、写真食字、いわゆる、コールドタイプ、 そして DTP 向けのデジタルフォントなど様々な印刷技術に対応した書体をデザインした。最も有名な書体は1948年と1952年にデザインされたパラティーノとオプティマである。パラティーノはオーギュスト・ローゼンベルガーとの共同制作であり細部にまでこだわりを見せた。16世紀イタリアの文豪をジャンバティスタ・パラティーノから名付けられた。オプティマは 三セリフながらも装飾豊かな書体であり、1958年にステンペル社より発売された。チャップはステンペル社のマーケティング担当者が付けた名前書きに入らなかったようである。チャップに与えられたカリグラフィーの仕事は多くはなかった。一番大きな仕事は、1960年にピアポントモルガン図書館カラセンドルで依頼され、国連憲章の序文を4言語で書くというものであった。 1960年代より、ザップはタイポグラフィーをコンピュータプログラム上で行うようになった。彼の考えは急進的だと思われて、ドイツでは受け入れられず、1972年から1981年にかけて教団に立ったダルムシタット工科大学から却下された。ドイツで全く名をなせなかったため、ザップは新しいアイデアが受け入れられる土壌を備えたアメリカへ、 渡った。彼は、コンピュータタイプセッティングに関する講義をし、1964年には、ハーバード大学でのスピーチを依頼されるまでになった。オースティン氏のテキサス大学もチャップに興味を抱き、大学教授に迎え入れようとした。しかしチャップの妻がテキサスに行くことを嫌がり、空から一別しただけで、チャップのテキサスでの夢は終わった。アメリカでの計画が、無に返してしまい。 フランクフルトの家が手狭すぎたため、チャップは妻を伴い1972年にダルムシュタットへ移住した。1976年、ロチェスター工科大学がチャップに世界初のタイポグラフィックコンピュータプログラミングの教授職を打診してきた。彼は1977年から1987年の間、ロチェスターとダルムシュタットを飛行機で往復しながら教壇に立った。 そこで、コネクションのあった IBM やゼロックスといった企業のタスを借り、またロチェスター在住のコンピュータの専門家と議論し、理論を発展させていった。1977年、ザップという人のアーロン・バーンズ、ハーブル・バーリンは、ニューヨークでデザイン・プロセッシング・インターナショナル・インクという会社を設立し、タイポグラフィーに関するコンピュータソフトウェアの開発を行った。 会社は1986年にルバーリンの死と共に閉鎖され、チャップとバーンズは1987年に新たにザフ、バーンズカンパニーを設立した。バーンズも初体デザインとタイポグラフィーの専門家であったが、1992年に亡くなるまでマーケティングに関わっていた。前に社員2名がチャップのアイデアを盗用して会社を起こすという事件発生していた。チャップは アメリカの会社をダルムシュタットで運営することは不可能だと分かっていたが、ニューヨークに移住することもしなかった。代わりに、ハンブルクにあるアーソフトウェアタイプ社と、ヘルツプログラムというタイプセッティングプログラムの開発を始めた。1990年代中盤のアー社の経済問題と破産を受け、アドビシステムズ社がヘルツプログラムの特許を買収し、 後にインディスインのプログラムに活かされることとなる。1993年、チャップは、米国数学界のためのタイプフェイス、AMS オイラーを、スタンフォード大学のドナルド・クヌース、デビット・シーゲルと共に作り上げた。ドイツ文字とギリシャ文字を含む、数式のための書体であった。デビット・シーゲルは、スタンフォード大学を修了したばかりであり、 タイポグラフィーの分野に興味を抱いていた。彼は、チャップに様々な記号を取り入れた書体作りをしたいとアイデアを、5、チャップがシカゴのタイポグラフィー学会の出版物向けに描いたカリグラフィーを参考にしたいと言った。当時複雑なプログラムに没頭していたため、また新しいことに挑戦することを恐れるようになっていたため、チャップは彼の考えを退けた。しかし、 1944年のスケッチブックに描いていたカリグラフィーのページを思い出し、そこから書体を作ることができるかもしれないと考えるようになった。彼は1948年にステンペル社で筆記体活字作りに取り組んでいたが、金属活字ではスボし付きの文字を自由に表現できなかった。彼が望みは現代の電子技術でのみ実現できるものであり、 チャップとシーゲルは複雑なソフトフェアを学ぶこととなった。また、シーゲルはマサチューセッツ州ボストン出身のプログラマ、ジノリーをプロジェクトの補佐役として雇った。不幸にもプロジェクトが完成する直前、シーゲルはチャップに手紙を書き、ガールフレンドと別れてすべての意欲を失ったと伝えた。シーゲルはプロジェクトを捨てて新しい人生を歩み出し、 マッキントッシュのカラー化に参画し、後にウェブデザインの専門家となる。ザッフィーノの開発はひどく遅れてしまい、ザップはライノタイプ社にプレゼンテーションをするのに気遅れ、してしまうほどであった。チームはプロジェクトの再編成と完成を急いだ。ザップはライノタイプ社の協力を得て4つのアルファベット、たくさんの装飾記号や液号を作り出した。こうして、 ザッフィーノは1998年に発売された。あとの1のザッフィーノには、アットとオッパンタイプの技術が利用され、工字を自動で選択したり、装飾文字の自動置換、特に文脈や代用装飾文字を、付近の他の装飾文字や単語などから推測する、文脈上の置換と呼ばれるものをしたりと、ザップのカリグラフィーの流動性と力強さをより正確に表現できるようになっている。 ザップは、下記の書体をデザインした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。